だったんじゃない。エルジャパン公式 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。 NCT127 のゆうたです。今日は Ask Me Anything に挑戦したいと思います。それでは Let's Start。 舞台の上だと思います。やっぱり舞台の上で僕たちのパフォーマンスを見てくださるファンのみんなの前で曲をやってる時が一番こうアドレナリンも出て、なおかつ自分が生きてるって実感する瞬間なんじゃないかなと思っています。東京ドームに立ったことかな、やっぱりずっと夢の一つでもあったので、そこに立ってみんなと共有した時間っていうのは一番贅沢な時間になったんじゃないかなと思います。ハイローで共演した涼希だったり、カズマくんだったり、北斗くんとかと一緒に僕の家に招待して、ちょっと韓国の美味しい出前とか取って、なんか一緒にお話しして、時間、そういう時間を過ごしたいですね。外ですか？外は、外にも行くんですけど、やっぱ王子でまったりがいいかなっていうそうですね。でもそこはやっぱ韓国料理でキムチチゲとか。いやでも本当にその学生友達だったらこんな感じなんだろうなみたいな、本当にそんなノリで、まあたまにやっぱカメラでこの顔、この時はこうやって映った方がよく顔映るよねとか、この照明の時ってどういう顔してるとかっていう専門的な話もするんですけど、ほぼほぼもう涼希がふざけて、カズマくんと僕で突っ込んで、で北斗くんがたまになんかボケておいみたいな、ほんまにそんな感じですね。いや意外とそうでもないかもしれないですね。もうほんと友達って感じで、いやっていうか初めてで、まあ127っていうチームを抜けて誰かと一緒にするってことが初めてだったので、すごいいい縁だなと思ってます。ミーハーじゃないから分かんないかもっていうぐらい、何か流行ってるから乗っかるってことはまあないかもしれないですね。中曽根里乃さんに一人一人すごく、僕たち9人なんですけど、9人全員すごくたくさんの個性があって、一人一人ヒーローになって輝けるんだよって言われたことがすごく、まあアドバイスではないんですけど、すごい今の自分を作った、重要な言葉だったんじゃないかなと思ってます。初めてのコンサートの時に言われたんですけど、まあそもそもあの僕たちの日本デビュー曲の Chain という曲で振り付け担当してもらったんですけど、まあ、その時からすごくよくしてもらってて、なんか自分のちょっとしたプライドで、なかなか素直になれない自分だったりっていうのをリノさんのおかげでこう紐解いてくれたというか、なんかこう柔らかくなれたというか、素直になれる瞬間を作ってくれた人がリノさんです。はい、テリオンの起きてすぐ歌えるあの能力すごい羨ましいなと思います。寝起きはめちゃくちゃいいんですけど、やっぱ歌を歌うってなると何時間か前から起きて、普通はこのリップツリルとかブブブとかやってて、その喉の調子を整えるんですけど、まあ、うちのメンバーのテリオンはですね、もう5分前ぐらいまで寝て、でステージ上がってうわーっていう高音を出せるので羨ましいなって日々思ってます。ハイドさんっていうか、ディナーとかじゃなくて会ってみたいですね。ぜひ共演してみて、みやびさんもそうですけど、かっこいいですね。ちょっといろいろな話とか聞いてみたいですし、単純にこう親しくなってみたいっていう、たわいもない話から、音楽の話から生き様だったり深いところまでちょっとお話ししてみたいなと思います。メンバーにもっと愛というか、
感謝の気持ちを伝えること、うん、ありがたいことに今年個人で活動させてもらう機会が増えて、でその中で、まあ、チームとしてずっと活動してたので、そのチームのメンバーのいない時の心細さとか、逆にこのメンバーがいてくれたからここ乗り越えられたなとかっていう思う部分がすごくたくさんあったので、そういったリスペクトの部分だったり感謝の部分っていうのを伝えていきたいなと思ってます。うわー、俺マジでないんすよね。ゲームしないでしょ。お酒も飲むけどほどほどにしますし、やっぱ自己管理がしっかりできてる人なんで、やめてよかったことはないです。ファンのみんなの待ってくれてるステージ、僕らありがたいことにたくさんの国に行かせてもらうんですけど、まあ、ファンのみんなの表現方法っていうのは もちろん違うんですけど、やっぱそこには必ず僕たちへの愛っていうのが絶対的にあるので、僕たちもその愛に応えたいなと思うし、でそのステージの上に立った時に、あ、帰ってきたなって思える瞬間がそこなので、ファンのみんなの前かと思います。見えます。なんか特にこう見ようと思いますね、僕は、やっぱこう近くにいても遠くにいても、そのなんて言うんだろう、自分たちを好きでここまで来てくれたって気持ちは変わらないので、その気持ちをできるだけ受け止めるように努力してます、受け止めれるように。合ってます、合ってます、もちろんです。だからいつも、オンラインサイン会とかするんですけど、俺絶対見つけるから、その代わりうちはめちゃくちゃ見えるようなもの作ってきてとかっていう冗談も言ったりとかして、はい、わかります、わかります、はい。てかなんかもう目とか、なんかこうちょっとした雰囲気とかこうパッて見た時にちょっとでもそれが見えると、やっぱこうこだえたくないし、こっちも、わかります。だから皆さん自信持ってください。みんなの愛は通じてます、はい。僕が表紙を飾っているエルジャポン12月号特別版が現在発売中です。それでは皆さん、またお会いしましょう。ゆうたでした。バイバーイ。またねー。